前回の続ききで犯行当日からについいいいてて見ていきたいと思います上松は当初の計画では10月1日に犯行に及ぶ予定でしたが犯行前日の7月25日早朝に相模原市内で知人男性2人と会った際に1人から狙われていると感じて血行費を早めました上松は暴力団に命を狙われていると妄想していたことから この2人は暴力団関係者かハングレなど闇社会に関わっている人間だったと思われますこの2人と別れた直後に公共機関を使って京王線の駅に向かい始発電車に乗って新宿駅に行きましたその後新宿内のネットカフェで仮眠を取った上松幸喜被告は昼頃に相模市内にあるファストフード店に車を無断駐車していたことで警察から連絡を受け車を引き取りに相模市に戻りました 植松は警察から車を引き取ると一度自宅に戻って包丁を持ち出し近くのホームセンターで侵入用のハンマーや職員を縛るための結束バンドを購入するなどして犯行の準備を進めましたその後新宿にあるホテルの一室を借りて髪の毛を金髪に染め午後9時頃からかねてから行為を寄せていた女性と高級焼肉店で食事をしこれから行う障害者施設への襲撃計画について話しました 女性との食事の後に、借りていたホテルで休憩し、犯行当日の26日午前1時頃にホテルを出て相模原市に戻り、津久井や真由里園に車を走らせました。植松は2016年7月26日午前2時未明に、津久井や真由里園の正門側にある警備員室を避けて裏口から敷地内に侵入し、ハンマーで入居者のいる東居住棟1階の窓ガラスを割って施設内に侵入しました。 植松はもともと同施設の職員だったことから、施設内部の構造を熟知しており、最も気づかれずに侵入できる経路も把握していたようです。植松が犯行に使ったハンマーやナイフ、包丁などの狂気、職員を縛るための結束バンドなどはスポーツバッグに入れて侵入しており、状況に応じて取り出して使い分けていました。侵入して職員だと鉢合わせた植松は狂気を使って脅し、障害者を殺しに来た。 邪魔をするなと言って結束バンドで拘束して身動きが取れないようにしていましたが職員らを凶器で攻撃することはありませんでした植松は職員らが見ている目の前で障害を持つ入居者らに声をかけ返事がないと分かると次々と包丁やナイフで刺して回りました自宅から持ってきた柳人包丁を5本とナイフを使用し切れ味が鈍り殺傷力が落ちた刃物は捨てて殺害を繰り返しましたそして 植松と鉢合わせを逃れて拘束されていなかった当直職員が犯行現場に出くわしラインを通じて非番の職員に連絡を入れ連絡を受けた非番の職員は警察に刃物を持った男が暴れていると通報しました植松は犯行が通報されたことを知って入居者全員の抹殺を諦めたのかはたまたそれ以外の理由から諦めたのかは不明ですが犯行を切り上げて 津久井やマユリエンから抜け出すと車に乗り込んでコンビニに向かいましたその頃通報を受けて休校した医師により住9人の入居者の死亡が確認され職員を含む26人が負傷しそのうち20人の入所者は重傷でした亡くなった人の多くはベッドの上であったことから植松は就寝中の入居者らの首や胸などを刺して殺害していったとみられています コンビニを出た植松は午前3時過ぎ頃に救い警察署に行き、私がやりましたと自首し、その場で逮捕されました。取り調べが進む中で、植松は侵入後に職員から鍵を奪い、入居者の生活する区画に侵入して特定の個人名を叫んでいたことが分かり、その名前を呼ばれた人も殺害されていたことから、植松は個人的な恨みから標的にしていたことが分かりました。上松被告は 津久井やマユリ園で働いていた頃に、街頭の人から何か恨みを抱くような言動をされていたのかもしれません。そのため、植松は、犯行を自供する際に、やつをやったと恨みを晴らしたかのような発言をしており、神奈川県警は植松喜被告の犯行動機が特定の人を狙ったものだとして調べを進めていました。植松の責任能力については、居住者を襲撃する前に、職員室にあるパソコンで自分よりも体格の良い。 脅威になる可能性のある職員がいないかどうかを勤務表で調べていたことから、計画的殺人であり、責任能力はあり、心神喪失状態ではなかったと決定づけています。そして精神鑑定の結果は、以前に緊急措置入院をされたときに出た結果と同様に複合的なパーソナリティ障害の他、自己愛性パーソナリティ障害と診断されました。上松は横浜地方裁判所でで6つの罪で起訴され 事件が発生してから約7ヶ月にして捜査が終了しました植松は検察側からは限りなく死刑が求刑される可能性が高く弁護側は犯行時の心神喪失状態から無罪を主張してくると予想されており案の定実際に死刑判決が言い渡されていますまた弁護士が控訴したものの植松本人が取り下げていますししかし 植松は2022年4月1日付で横浜地裁に再審を請求しますし。植松と面会した弁護士によると、請求の理由について、再審請求すれば、被告人と同様に外部と接触できるようになると思った、と話した。植松は当初、再審で新たに主張したいことはないとしていたが、その後、一審の裁判は責任能力の問題に縛られて、 障害者に対する自分の考えについて受け止めてもらえなかった事件後も社会は変わっていない死刑になることは怖くないが裁判をやり直して改めて持論を主張したいなどと話したと言いますしかし横浜地裁は独自の見解であって最新の理由に当たらないとして2023年4月18日付で最新請求を棄却し24日に弁護人が決定を不服として即時広告している状態です